こんにちは、スタルケルです。今回の動画はこのガチンコカスタマイズセットについてくるレガリアジェネシスハイブリッドの、今回はこのハイブリッドの方ね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、皆さんハイブリッド使ってますか？実際ね、自分ハイブリッド全然使ってなくて、なんでかっていうとね、まだね、使い方がいまいちわからないっていうのもあるし、何が一番合うんだろうっていうのもあってね、ちょっと悩んでね、ちょっと使い時がわからないっていう感じがしますね。っていう方多くないですか？で、実際このレガリアジェネシスにね、ハイブリッドをつけてやってみると、このレガリアジェネシスってめっちゃこう、楕円で、この重心がすごいずれてるから、こう、もうグワングワンになるんですよ。ハイブリッド履かせると。だから、もしかしたらこのレガリアよりも合うレイヤーがあるんじゃないかってことで、今回、ハイブリッドの最強カスタムやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずね、このハイブリッドカスタムする上で気をつけたいのが、ハイブリッドってダッシュ系じゃないんですよね。だからめちゃくちゃバーストする。普通のレイヤーにつけたらね。だからこういう無限ロックとかが合うんですけど、そこはもうしょうがないですね。この現ウェイトでもう対処した方がいいですね。そこはもう。レガリアは、バランスがちょっとね、あれなので、バランス、崩すよりだったらもう現ウェイト使って重さを捨てるっていうのをね、もう考えた方がね、いいですね。そして重さがないので、ここで登場するのがめちゃくちゃ重いレイヤー。はい、ツバイです。ツバイのこのメタルね、メタルめっちゃ重いんで、しかも攻撃性能もあるっていうこのアッパー形状ね。ということで、このツバイに現ウェイトつけて、はい、バハムート。はい、つけます。めちゃくちゃロックあるね。で、これを合わせると、ツバイバハムートハイブリッドゲンになるわけですよ。いや、この白い輝きをね、見てほしいですね。いや、このね、ゲンによって、このハイブリッドのダッシュじゃないけど、バーストしづらくするっていうのプラス、この弦によって重さがなくなってる分、このツバイでね、重さをプラスしてるっていう。で、アタック性能もあるよっていう、もう最強のね、ハイブリッドカスタムなんじゃないかなって思いますね。まあ、なんだろう、このやってみた感じ、レガリアよりは全然この姿勢保持っていうか、ちゃんとこう、ね、グワングワン、レガリアよりはしないですね。っていうので、早速バトルやっていきましょう。それではまず戦うのは、ジャッジメントディアボロススティングデストロイダッシュです。それではやっていきましょう。うおー、この、はい、今重さでめちゃくちゃ持ちこたえましたね。それでは次に戦うのは、パーフェクトフェニックスアウターエクステンドプラスのスタミナ、レベルチップ付きでやっていきます。いや、このね、重さで吹っ飛ばすんですよ。それでは次に戦っていくベイはこちら、ロードスプリガンアラウンドペアリング右回転でやっていきます。はい、吹っ飛ばしね、モーター発動する前に倒しましたね。それでは今度は左回転でやっていきます。さて、こっからちょっとモーター発動してない、あれがしてないけど、あ、ちょっとオフになってましたね。普通に吹っ飛ばしましたね。モーターなしでも勝つっていうね。それでは次に戦っていくベイはこちら、プライムアポカリプスのブリッツアルティメットリブートダッシュでいきます。やばい、めっちゃ好きだ。いや、このね、アポカリプスの攻撃を耐え抜くっていうね、すごいですよね。
それでは最後、レガリアジェネシススティングベアリングでやっていきます。いやちょっと早すぎますね。もう一回やっていきましょう。いや戻ったぞ、戻ったぞ。戻ってからの、あーちょっと惜しいですね。え、でも戻ったのすごいな。はい、もう一回やっていきましょう。はい、ラストね。やば、レガリアも戻った。すごいな。壁行ってから戻るの流行ってんですかね。ギリ。ギリこっちかな今の。最後すごい試合になりましたね。ということで今回のツバイバハムートハイブリッドゲンのバトルいかがだったでしょうか。いやこれハイブリッドもなかなか重さあるので、それにこのツバイのねメタルってことで、うん、全然ゲンウェイトでもこうオーバーとかカウンターで相手オーバーさせるみたいなのめちゃくちゃ決まりましたね。うん、で実際このね電動発動する前にもうオーバーで倒しちゃうってことがめっちゃあって、うん、発動してからも、まあ、結構最後まで粘ってみたいなのがありましたね。うん、やっぱこの外側メタルなので、そのままこう、持久でもこう、回り続けるみたいなことができてました。めちゃくちゃね、強いカスタムなんじゃないかなと思いますね。で、バーストね、全然しなかったですね。うん。やっぱゲームウェイトのおかげかな。でも、気になる方いたら、こう、ファブニルとかね、うん、でもいいのかなと思いますね。はい、ということで、今回のこのカスタムいいなと思った方、ぜひ、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケレでした。